プリンセスコネクトリダイブ。あなたは夢を見ている。どこまでも非現実的な美しく尊い夢を。まだこんな力が残ってたのか。プリンセスナイト、まさかあなたたちがここまでやるなんて。でもこれが最後よ。全て終わらせてあげる。もうやめよう。これ以上戦ってもいいことなんて一つもないよ。願いを叶える。そのためなら何度でも戦えるわ。何度でもね。どうしても戦わなくちゃいけないんだね。迷いは捨てて。そうしないと奴は倒せない。何としてもこの戦いに勝とう。そして叶えよう、私たちの願いを。もう一度だけ私たちに戦う力を。決着の時だ。はあ、全力でいくよ。タワムラはここまでよ。チュリナさん、キオリちゃん、私たちの力が足りなかったの。私たちの願いは叶わないの。せめて騎士君だけでもここから。私の邪魔をする者は決して逃がさない。ユイ、危ない。世界のお前たちも全て私にひざまずけ。キチ君、おはよう。ごめんごめん、起こしちゃったわね。まだ寝ててもいいわよ。私も作業に集中したいし、あんたの相手してる余裕がないから。ん？あんた誰って顔してるわね。こっちはあんたのことをよく知ってるのに、初対面みたいな反応されるとやっぱりちょっとへこんじゃうわ。私はまあアメストでも名乗っておくわ。最近はもっぱらそう呼ばれてるから。
無理に覚えなくてもいいわよ。どうせすぐに忘れるだろうし。うん、これも夢みたいなもんだから。私は見ての通りボロボロにぶっ壊れててさ、自己修復が終わるまでは動けない。現実に関われないのよね。だから私の代理としてあんたにはガイド役を派遣しといたから、あんたの人生、つまり現実における水先案内人ね。詳しい話はそっちに聞いて。ごめん、今回はこの辺でお別れしなきゃいけないみたい。もっといっぱいおしゃべりがしたかったけど、現実は残酷よね。でもいつまでも夢は見てられないから。じゃ、またね。あんたの人生が、現実が幸福なものであるように祈ってるわ。はじめちょろちょろなんかパッパ、赤っ子泣いてもふった通るな。およ、お目覚めになられたのですね、主様。私は偉大なるアメス様によって派遣されたガイド役、名前はコッコロと申します。どうぞ以後お見知りおきを。主様をお守りし、おはようからお休みまで、ゆりかごから棺桶まで、誠心誠意お世話をするのが私の役目でございます。何なりとご用命を、主様。キョトンとされておりますね。ぶしつけではございますが、あなた様のお名前をお聞かせ願えますか。私のお仕えする主様で間違いないようです。よもや人違いなのではなどと疑って申し訳ありません。ご不快でしたら
何なりと罰をお与えください。無知で打たれようが何をされようが私は一向に構いません。アメス様からの託宣によると、主様はほとんどの記憶を失っているようなので、わけがわからない状態でしょうけど、私がお導きしますのでどうかご安心を。お腹すいた、お腹すいた。はい、心得ております。お昼時ですしね。主様がお目覚めになられたら召し上がっていただこうと、私ご飯を炊いておりましたから。はーい、ご飯ありがとうございます、ありがとうございます。お腹が空いて死んじゃいそうだったんです。ごちそうになります、いただきます。どちら様でしょう。知らずの私に美味しいご飯を恵んでくれるなんて、いい人たちですね。一生恩に来ます。ありがとうございます。いや、恵んだというか気づけば食べられていたというか。ああ、主様のために用意したご飯が一瞬で消え失せましたよ。なんなんですか、あなたは。私は、それよりも、あの子、あなたたちのお知り合いですか？あの子、とおっしゃいますと。どなたか存じ上げない方が魔物の大群に追われています。どうしましょう、主様。魔物の群れはこっちに向かってますし、無視もできません。ちゃちゃっと片付けてきますので、二人は避難してください。今助けますよ、そこの人。私を助けてくれるの？さすがに魔物が多すぎます。私たちも助成しましょう。ついでに主様に戦い方をご説明できそうですし。バトルでは私たちがキャラとして戦います。基本的に各バトルは自動的に進行いたしますので、敵への攻撃やスキルの発動はお任せくださいませ。どうぞ。まだ戦うのかな。攻撃をしたり受けたりしているうちに、青いゲージで示されている TP が溜まります。TP が溜まると強力なユニオンバーストを使います。 OK と合図いたしますので、ご指示をお願いいたします。全力全開、細切れですよ。プリンセスストライクギャー、すごい、ね、れ来ないで。ありがとうございました。おかげで助かりました。危うく食べられちゃうところでした。
いえいえ、ご無事で何よりでございました。あなた、どうして魔物の大群に追われていたのですか？その子っていうより、私を狙ってたんだと思いますよ。その子はたまたま通りがかって巻き込んじゃった感じですかね。ごめんなさい、ご迷惑をおかけしました。あなたを、どういうことでしょう。というか本当にあなたは何者なのでしょうか。まだお名前すら不明なのですけど。あ、私も名乗ってなかったよね。私ユイって言います。本当に助けてくれてありがとう。あ、はい、私はコッコロと申します。こちらは主様です。私たちどこかで会ったことがないかな。おーい、みんなこっちに来てください。何か倒れてる人がいるんですよ。回復魔法とか使える人いましたよね。あ、私回復魔法は得意です。倒れてる人って、どうしたんだろうこの人。私と同じように通りすがりで巻き込まれちゃったとか。見たところ外傷はないけど、なぜか気絶してる。治療とかお任せしますね。まだ魔物がうようよいるので、私蹴散らしちゃいます。みんなはその気絶してる人を運びつつ避難してください。避難しようにもこうも魔物だらけでは身動きが取れませんよ。お腹ペコペコのペコリーヌ様と仮にお呼びしますね。乗りかかった船です。共に窮地を脱しましょう。おや、ペコリーヌって私ですか。かわいいあだ名をつけられちゃいました。やばいですね。この程度の数なら私だけで軽く殲滅できるのに。うん、助けられっぱなしじゃ申し訳ないもん。私も戦います。私たちも参戦しましょうか、主様。すみません、なんだかドタバタとした出会いになってしまいましたけど、どうかこれからよろしくお願いしますね。ここから始めましょう、私たちの物語を。
ようこそ、主様。こちらが主様の冒険の舞台となる世界です。いきなりのことで戸惑われているかとは存じますが、主様の記憶を取り戻すため、早速初めての冒険に出発いたしましょうか。クエストに挑戦いたしましょう。今の私たちに見合ったちょうどいいクエストがございます。クエストを経てよりキャラを強化することができれば、主様の向かうところ敵なしとなりましょう。バトルに参加するパーティーを編成いたします。私も主様に降りかかる火の粉を払ってまいります。主様のために。瞬殺してやるわ。それえい、止まらずに行くわよ。はあ、主様、お疲れ様でした。装備品が手に入りましたね。この機に装備の仕方を説明いたしましょう。装備をするとキャラのステータスがアップします。ここではペコリーヌ様に剣と鎧を装備いたしましょう。お一人で装備できるものは6つまでと決まっております。6つの装備を集めればキャラをランクアップさせて、さらに強い装備を身につけられるようになりますよ。時折かけらや設計図といった形で見つかる装備品もあるようですが、入手方法を見ればすべきことがわかるようになっておりますので、ご安心ください。この辺りで旅の仲間を増やしてはいかがでしょうか。このままペコリーヌ様、ユイ様たちと共に仲睦まじく冒険するのも私としては構わないのですが、主様をお守りするために少しでも強い仲間が欲しいところです。そこでこの世界の大事な仕組みをお伝えいたします。ジュエルを消費してガチャを引くことができます。今回は私の手持ちからジュエルを提供させていただきますので、ご安心くださいませ。
心強い仲間が増えたようですね。ガチャの結果、もしすでに仲間になったキャラだった時は女神の秘跡に変換されます。女神の秘跡はキャラのメモリーピースと交換できます。メモリーピースは新たなキャラを仲間にしたり強化したりできる重要なアイテムになります。それでは引き続きクエストに挑戦していきましょう。私も頑張るね。手早く片付けましょう。はっ、この調子です。こっそれ、えい、それ優雅に行きますよ。メルヘンガーデン、ありがとう。はあ、終わらせちゃいましょう。でえい、はっ、やっ、お任せください。光のご加護、助かったわ。そうね、全力全開、細切れですよ。プリンセスストライク、やりますね。覚悟はいいかしら。クリムバースト、どう？すごいね。めでたしめでたし、バス。メインクエストをクリアしたことによりミッションを達成したようです。複数のミッション報酬が受け取れるようですね。いただいておきましょう。各キャラのレベルはプレイヤーレベルの値が最大となります。ミッション達成によってプレイヤー経験値を得られるので、毎日達成してより強いパーティーを目指しましょう。私から今お伝えできることはこれで全てです。今後もこのように少しずつ仲間を増やし、共に冒険を続けてまいりましょう。お帰りなさいませ、主様。私からのプレゼントです。明日はこちらをご用意してお待ちして。
私が君の力になってあげる。お給料の相談はまた後でね。わあ、いたたた、転んじゃいました。お恥ずかしいとこ。ハイタイ、これからよろしく。私と一緒に歌って踊るさ。私、友達が欲しくて。よかったらお手伝いしてもらえると嬉しいです。あかり、初めてのことばかりだけど優しくしてくださいね。一緒に歩きましょう。
やっつけちゃいますよ。ほな行きましょか。来ないで。えい。どう？それ。それ。どんどん行きましょう。はあ。それ。行きますよ。抜き取ってください。プリンセスストライク、やりますな。私に任せて。みんなを癒して。助かりました。ドボン。優雅に行きますよ。メルヘンガーデン、お任せください。光のご加護。ジハンとならどこにいてもおとぎ話の世界になるわ。さあ王子ハン、魔法姫を連れて探検に参りましょう。条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。やっつけちゃいますよ。ほな行きましょか。えい。来ないで。
行きますよ。頑張れ頑張れ。いやありがとう。全力全開。細切れですよ。プリンセスストライク。やりますね。ミルヘンガーデン。ねえ、嬉しい。えい。どう？私に任せて。みんなを癒して。体でお礼を。私たちのビルドストーリーが解放されたようです。見に行ってみましょう。どうにか宿の確保はできましたので、次は腹ごしらえをと考えましたが、いかがしましょう主様。私都会のシステムには不慣れでございますから、どうしたものか判断に迷います。これではガイド役失格ですね。昼間はユイ様に食事を振る舞っていただけたのでなんとかなりましたけれど、毎日毎食ご馳走になっては申し訳ありませんからね。自分たちでその日の糧を得られるようにならなくては。食材を調達して自分で料理をするか、どこかで外食をするという選択肢が考えられますけれど、今日はいろいろあってさすがに疲弊いたしました。手早く適当なお店で外食をしたいところですけれど、どのお店を選んだものやら。おそらくこの辺りが飲食店の並んでいる区域だとは思うのでございますが、主様、食べたいものなどのご希望はございますか。いや、あらぬ方向をご覧になっておられますね。気になるお店でもあったのでしょうか、主。じん？何よ、何見てんのよ。ああ、どなたかと思えば。こんにちは、お加減はいかがですか。はあ、何よやぶから棒に。何者よあんたたち。ああ、そういえばあなたはずっと気絶されていたのでご挨拶もできておりませんでしたね。私はコッコロと申します。名前。ああ、ガテンが言ったわ。昼間気絶してた私を病院まで運んでくれたんだって。一応お礼を言っとくべきよね。ありがとう。いえいえ、困った時はお互い様というのがアメス様の教えでございます。元気そうで幸いでございました。何か。ううん、ごめん、じっと見ちゃって。ふん、こいつらがね、本当に陛下の言ったようなご大層な連中なのかしら。
どうするかな。しばらく手出しはすんなって言われてるけど、監視をしろとも命じられてるし、すでに接触しちゃってるんだし、知らんぷりもできないか。まだちょっと体調が優れないみたいでボケーっとしちゃったわ。なぜか名前を知られてるみたいだけど、改めて名乗っておくわね。私はキャル。まあ不思議なご縁だけど、今後ともよろしく。こちらこそ。すみません、ぶしつけでございますが、キャル様、この辺にはお詳しいでしょうか。私たち今夜の食事を取れるいい感じのお店を探しているのでございます。何かおすすめなどございましたらご紹介をお願いしたいです。まあ世話になっちゃったし、そのぐらい構わないけど。ごめん、私もめったに住処から出ないから全然お店とかには詳しくないのよね。適当ににぎわってるお店に入れば外れはないんじゃないの。食事代よかったらおごるわよ。それで貸し借りはチャラってことで。はあ、にぎわっているお店というとあそことかでしょうか。え、いや、私が見てたのは。命のエネルギー。おや、この声はペコリーヌ様。はい、私をペコリーヌと呼ぶのは、ちょっと待ってください。目の前に山盛りになった料理を胃袋に収めて視界を確保しますので。やっぱり昼間のおいっす。おいっす。見かけるたびに何かを食べておられますね、あなた。いや、私はすぐにお腹が空いちゃうので。って、あれ、昼間の何か気絶してた人。大丈夫だったんですか？元気ですか？貧血とかですか？ご飯を食べれば解決ですよ。どうぞどうぞ。なんでこいつこんなにグイグイ来るのよ。あんまりこいつとは接触したくなかったんだけど、仕方ないか。ちょ、料理の皿を押し、美味しいですよ。食べて食べて。っていうか、私昼間にご飯をごちそうになっちゃったんでしたね。ちょうどよかった。その分おごりますね。私このお店で開催されてたフードバトルの優勝者になりましたから。アイアムはチャンピオン。それで賞金もらえるんでおごっちゃいますね。どうぞ遠慮なく、みんな好きなものを頼んじゃってください。私も追加で注文します。このメニューに書かれてるやつ、上から下まで全部ください。まだ食べるのですか。見たところ、そこで寝られそうな大皿に満載された料理を全て平らげた直後のようですが、胃に穴でも開いているのですか。ともあれ、ちょうどこちらも今夜の食事をどうするか悩んでおりましたので、渡りに船でございます。ご相伴に預からせていただきましょう。さあ、キャル様もご一緒に。
毒を食らわば皿までよね。その通り、毒でも皿でも何でも食べてお腹いっぱいになりましょう。こっちにおいで、私の膝の上でもどこでも座ってください。早く、お料理が冷めないうちに。さあさあ、たっぷり召し上がれ。すべての民がお腹いっぱいご飯を食べられる国が私の理想です。ギルドストーリーは、そのギルドに所属するキャラの絆ランクを上げることで続きを見られます。キャラの絆ランクを上げる絆ポイントは、そのキャラでクエストをクリアしたり、ギルドハウスでお菓子をプレゼントすると得られます。思い出が詰まってるって、いろいろあったけど振り返るのもいいんじゃない？ずーっと一緒に歩きましょう。たまに足踏み外したかて、二人でいてたら心配あらへんよ。せやろ、魔法姫の王子さん。